独身トークはい、ドラムチャンネル始めていきたいと思います。5月11日土曜日。はい、えー、5月も第2週終わりましたので、先に、えー、結果発表していきたいと思います。前年2023年対比110%、えー、23年対比110%でした。2022年対比111.2%、22年対比111.2%でした。これチャいぜんの2019年対比103.9%、 19年対比103.9%でしたということで、えー、全部ね、えー、ありがたいことに超えてきましたよということで、はい、えー、今日がですね、えー、まあご予約ね、えー、団体さんもいただいておりましてね、えー、めちゃめちゃ忙しかったんですけどもね、欠、ま、員、あ、が出まして、人手不足でいいということでね、えー、こんな日に限ってね、なんと終わってみたら、亀、えー、山花火大会級の超炸裂で終了ということでね、えー、疲れましたと。 いうことでね、まあ、バタバタしましたけれどもね、まあ、無事に、まあ、営業ね、終えることができてね、あよかったという感じだったんですけれども、まあ、そんな中ですね、えーまあ、20代のね頃に、皆、えーね、さんで、ね、同級生と、ね、よくご来店くださってたね、えーまあ、女性の方がね、幼なじみの、えー、2個上ですかね、まあの女性とね、えー、お二人でご来店くださってね、えー、おー、懐かしいと思ってですね、 わちゃわちゃとね、お話をさせていただいておったわけなんですけれども、えー、テーマがですね、なんとみんなね、独身になったみたいで、まあ、私も入れて、えー、独身ということでね、えー、独身トークをちょっとね、えー、で盛り上がりましたということなので、まあちょっとね、あのー、令和、ね、6年の、えー、独身、まあ、アラフォーですね、まあ、私も今年45になりますけれども、えー、ギリ私もね、アラフォーの 死者5したらね、まだ40なんで、アラフォーのね、えー、カテゴリーに入りますので、えー、アラフォートークでね、えー、盛り上がりまして、えー、結構ね、えー、男女でね、まあ、独身の考え方がね、まあ、違うのかなと思ったらですね、意外とね、えー、大体独身のね、あるあるネタで盛り上がってというかね、まあ、大体あの感じてることっていうのはね、同じなんだなーっていうのはね、えー、分かりましたという感じですね。まあ,あと まあ、よくねあの、もう結婚しないのかとね、よく言われますけれどもね、もうこの年になるとですね、まあ、よっぽどね、えー、気が合う、ねえー、人じゃないとね、共に生活ができないっていうのはね、えーまあ、独身、ね、あらほうあるあるだなーっていうのをね、まあ、お互いね、えー、情報交換しながらね、えー、分かりましたと、まあ女性にしろね、えー、まあ私、男性にしろね、あやっぱりね、と思いながらですね、まああと自分のね、もう一人のね、時間が大事だというね、 えー、お話も、ねまあ、当然のように出てきましたね、まあ、そもそもはねあの人とね同じ空間に生活するのはね、えー、もう独身生活がね長いと、まあ、男女、ね、問わずね、えー、だん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 ね難しくなりますので、まあ、よっぽどねあの気が合う、ねえーそのえー、見た目が好きとかねそういうのじゃなくね、まあ、心の問題というかね、まあ、よく空気のような、ね、存在とか言いますけれどもね、まあ、そんな感じじゃないとなかなかね えー、生活ができないんじゃないかなっていうのをね、えー、お互い話しててねああわかるーと思いながらですね、えー、お話をしておりましたとでお互いね、まあ、よくその、まあ、外野からはですね、まあ、そ,ういうそうやってね、まあ、老後の、ね、心配とか、まあ、独身ね男性あるあるね今年45歳になる私ですけれどもね、まあ、過去動画でもちょっとねお話し,しましたけれどももうこの年になったらですねもうあとケツがね、えー、見えてきましたし 大体ね、あの上積みももうね、そんなにある年でもないわけなので、大体ね、もう自分の将来というものはね、見えてくるわけなんですけれども、まあ、えー、もうね、あの、亡くなったね、亡くなる時のね、えー、ことをね、やっぱ考えますよねというね、話になりまして、えー、まあ、やっぱね、どうしても死をね、意識する年齢に、ね、なって、もうね、就活が始まってるんではないかなっていうくらいのね、 まあ、状態というかね、まあえー、よくね、男性のアラフィフ、年、まあ、が近い感じのね、まあ、独身の方たちとね、まあ、たまたまご来店されたね、お客様、えー、と話してるとね、大体なんかね、えー、似たようなね、えー、あ感想だなーっていうのはね、えー、あやっぱ似たようなことをね、考えるんだなーと、やっぱ死をね、意識するんだなというね、あと何年生きれるかなーとかね、まあ、大体ね、まあ、40の壁は超えてね、 生き残ったね、仲間たちがですね50の壁がね越えられずにね、まあ、あのようにね旅立つようなね、方々もね出てくるような年齢になりますのでね、まあ、そういう死生観にね、ついて考えるような年齢にもなるしもうねあの上の世代ね、まあ、親もそうですけれども、まあ、お世話になってたね、上の世代が、まあ、ぼちぼち、ね、亡くなっていくような、ね、年齢でもありますのでね、まあ、そういう。 えー、死がね、えー、身近に、ねえー、感じるような、ね、年齢になってきたなっていうのと、まあ、プラス、まあ、自分には、ね、子供はいないですけれども、まあ、同世代の、ねえー、方々、ね、の子供さんがね、まあ、墓地押し、えー、大きくなってきてね何やったらもう社会人になろうかっていうような、ね、年齢に、ね、なってきますのでねあ月日が経つのが早いなと思いながらですよね今日でも、えー、その女の子の,、ねえー、の同級生ね よく昔ね、来てくれてたね、同級生の近況というかね、ああ、確かお子さんがいましたよねという話になってね、ああ、もう一番ね、大きい言葉だったらもうね、高校生とかね、もう社会人ですよみたいなね、話になって、わあ、早いですねっていうねもうじ、もう独身あるあるですけれども、己のね、えー、時間は止まっているというね、悲しいね、もう本当に時間のね、中で過ごしてますので、ああ、周りはね、やっぱ時がね、流れてるなと思ってですね、改めてね、 えー、時の流れはね、早いな、こういう嫌なことしやなあっていうのをね、改めて実感ね、えー、した一日でもございました。で、えー、やっぱね、えーまあ、その方もですね、やっぱ、えー、ご兄弟がいらっしゃってですね、まあ、そういうおいっ子さんを可愛がってねナチュラルみたいで、まあ、それでね、えー、めっちゃなんか素敵なね笑顔をねされておりましてね、ああ、ね、ちっちゃい、ね、おいっ子がいるとね、やっぱそうやってね、えー 幸せを、ね、感じて、もう今ね、幸せなんですよーってね、おっしゃっておりましたのでね、あ幸せそうでね、えー、よかったねーって言いながらですね、まあ、ただ、えー、我々ね、えー、50代、ねえー、に突入するとですね、えー、まそういう追いかつね、追いっ子活動、ね、推し活と追いっ子をかけて、えー、追いかつ、追いかつが、ね、終わった時にね、えー、またちょっとね、えー、自分の人生がね、どうなってるかっていうのはね、えー、テ,ーマですねテーマですねっていうのをね。 お互いでね、3人で話し合いながらですね、ああだこうだ言ってたんですけれどもね、あそういう時にね、やっぱり、えーね、パートナーがいるとね、いいですよねっていうようなね、話でね、ちょっと盛り上がったわけなんですけれども、えー、なかなかね、えー、40になってね、40で、えー、新規でね、パートナーを探す術は、どんな術があるんだというね、テーマになりまして、40になってね、どうやって探したらいいんですかね、みたいなね、えー、お互いね、 わわ言うてたんですけどね、40って結構難しいですよねってね、30代とかだったらね、婚活パーティーとかね、まだアプリとかね、いろいろありますけど、40、50でね、一から探そうと思ったら結構大変ですよねって言いながら、えーね、同級生がね、えー、つい最近ね、出会い系アプリでね、速攻を見つけてましたけれどもね、ああ、アプリかと思いながらね、アプリどうですかって言ったらね、いやー、ちょっとね、全く知らない人とね、やり取りするのが苦手なんですよっていうね。 お話でねまあそうですよねと言いながらねあーだあーだこうだ言いながらですね結論としましてね、まあ、過去度合というか昔からね私は提唱してるんですけれども、えー、独身のためにね、まあ、これから独身が、えーね、マジョリティねマイノリティからマジョリティになりますので、まあ、氷河期世代を、ね、救うためには江戸時代にね、えー、江戸時代にねもうあった長屋が必要やと江戸はねもう独身であふれてたというね、えー、昔がありますけれどもね えー、もう結婚できるのはね一部とでもうその他ね、えー、大多数がね独身ということでね長屋,で長屋生活で共同生活でね、えー、助け合いながらね、えー、生きてきたわけなんですけれども現代のね現代にもね長屋が必要だというのをね昔から提唱してきたわけなんですけれどもあ男女共にねあ長屋作ってくださいっていうね話になりましたねあやっぱね、えー、長屋が必要にな、ね、時代になったんだなと思いながらね まあ老後ね、氷河期世代ね、ね我々世代は、まあね、何の保障もないですしね、えー、貯蓄がねない方も多いでしょうからね、えー、もう老後はね、みんなで助け合っていかないとですね、えー、なかなかね、一人で生きていくのはね、えー、大変な時代になってきますのでね、ね、えー、そういうね、えー、助け合いのコミュニティっていうのがね、これからはね、えー、必要になってくるね、時代になってく、えー、るんだろうなっていうのをね、 お互いね、独身男女で、えー、わちゃわちゃね、話しながらねあ改めてね、今はね、まあ、私の場合はちょっと、えー、上の世代になっちゃったんでねあれですけども、えーまあね、30代後半からね、40代前半ぐらいはね、ちょうど、えー、もうなんか不安から解放されるというかね、まあ、そういういっとき、ね、なんかそういう時間が、えー、ね、えー、になるようなね、年代だと思う私もそうでしたけれども、ね、これを過ぎて 45を超えるとね、過去動画でも話しましたけれども、45歳ね、クルー説が発動しましてね、一気にちょっとまた不安がね、不安との戦いね、将来への,不安,のところ不安とかね、どうやって生きていこうとかね、それぞれね、思いをまたね、考え始める年代になると思いますけれども、ああ、そうなった時にね、またどうなるのかなっていうのはね、ちょっとね、もう盛り上がってね、もう延長延長でね、 深夜までね、独身トークがね、繰り広げられておりましたけれどもね、えー、まあ、私たちがね、話したような内容はね、えー、やっぱ、いろんなね、まあ今、独身がね、マジョリティ三、えー、3人に1人、4人に1人がね、独身だと言われておる,おるね、えー、時代ですからね、えー、まあそういうね、えーまあ、あるあるってね、わ、えー、かるっていうようなね、人がたくさんいるんじゃないかなと思いながらも、意外とね、その若者とか、老人とかに、 えー、はスポットライトが、ね、当たりますけれどもね、えー、独身の、ね、ミドル、ね、中年、えー、中年独身に、ね、スポットがなかなか当たらないなという、ねえー、これが、ね、今からちょっと時、ね、限爆弾が仕、ね、掛け,けられておりまして、ね、この世代をどうにかしないと、えーね、バーンってなって、ね、日本沈没という、ねえー、流れになりますのでね、えー、若者ね、えー、政策 えー、老人ね政策も必要ですけれどもじゃあ独身の中年をどうするか,どうするか問題というのはね棚上げにされておりますからね、えー、独身をねこれからどうしていくのかと、ね、体が動く、えー、仕事があるうちはねいいですけれども、えー、体が動かなくなってね働けなくなってで身寄りもないようなね、えー、独身もねいますから、えー、そういう時にね、えーまあ、身寄りがいたとしてもね、えー、もう今の時代だったらねそんな。 えー、兄弟であろうがね、えー、血のつながりがあろ,うあろうがね、なかなか他人、他人というかね、まあそういう、えー、よそのね、家の、ね、面倒までね、見れるほど余裕,余裕がね、あるような世帯っていうのはね、どん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 なくなっておりますのでね、えー、自分のことはね、なるべく自分で、えー、やるようにしないとですね、えー、なかなかね、今後、えー、生きていけなくなるというね、まあ感じのね、お話に、えー、なりましたね、やっぱり、はい。まあ、あとはね、やっぱりよくありますけどもね、健康、お金、ね。 えね、時間、3つは揃うことはないとね言われておりますけれどもね、えー、特にこれからね、えー、大事になってくるのはねやっぱ健康問題だということでね、えー、健康がないとね、まあ、働けないわけなんでね、まあ、これからどん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 ねまたインフレがね進みますので、えー、まあ昨日のね動画でも話しました通りね、えー、まあ貧困化が日本のね貧困化が進めば進むほどね、えー、まあ 割のいいね、働き口っていうのはね、まあ、いっぱい応募が来てですね、取り合いになって、どん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 ね、そういう枠っていうのはなくなっていきますので、えー、まあそういうね、のに、えー、ね、ありつけない人は本当に最低賃金でね、働くようなね、生活になりますので、最低賃金だとね、今度はね、余裕のある生活はできなくなりますので、じゃあ我々がね、老後にね、 えー、生活保護があるかって言ったらね、亡くなってる可能性もないですしね、チケット制とかね、配給制とかに、ね、なってそうな気がせんでもないですしね、年金も、えー、70歳から受給、えー、みたいな感じになりそうですからね、70までね、生きれるかと思いながらね、もう独身男性の平均年齢はね、67歳だと言われておりますので、まあ、払い損がね、ほぼ確定というね、えー、感じになってますので、まあね、居、え、住、ー。 したければ長生きしなくて,、ね、しなくては、えー、もらえないわけなんでね、まあ、より一層、ね、健康問題が、ねえー、大事になってきますけれども、じゃあそんなに長生きしてね、何、えー、か楽しいことがあるかと言いますとね、あ難しい、ね、問題になりますねっていうね、えー、これまたね、独身あるあるトークになりますからね。まあ、そういう面でも、まあ、コミュニティっていうのが、ね、大事になってたり、パートナーなり、まあ、そういう、ね、コミュニティっていうのはね、どっか所,あの所属してないと、 えー、全くのね、故になってしまうと、えー、もう絶望のね、縁、えー、へとね、えー、もう崖へとね、落とされるような気持ちに、ね、なると思いますし、まあ、どん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 ね、もう本当になんか、いろんな、毎日いろんなニュースでね、えー、気なく臭なく,くね、なっておりますのでね、普通に生活しててもね、どん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 貧しくなってくるようなね、時代になってきましたのでね。 ああ、なんか、どん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 ね、なんか、去年よりね、えー、今年、今年より来年ね、どん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 ちょっとなんか、無理ゲートがね、上がってきてるなーっていうのをね、まあ、普通に生活するのもそうですしね、店を運営するのもね、よりそうなんか、ハードルがね、上がってるなーっていうのをね、実感してる日々でございますと、ね、えー、いうことで、えー、本日ね、まあ、ありがたいことにね、亀、えー、山花火大会級の超炸裂で終了ということでね、 まあ、ラストね、えー、独身トークでね、えー、楽しく盛り上がってね、えー、懐かしいね、面々と会えてね、えー、ちょっとね、ウキウキな気分になりましたよというお話でございました。はい。で、まあ、今週はですね、まあ、ゴールデンウィーク明けでね、落ち込んだんですけれども、えー、まあ、水曜日がね、意外と、えー、マシだったんでね、えー、それでなんとかね、えー、踏みとどまったかなという感じですね。で、まあ今日ね、まあ昨日が、 金曜日なのにね、大受けして、えー、白星にもね、えー、全然届かなかったわけなんで、あ今日がね、今日でちょっと帳尻がね、合わせられてね、助かったーっていうような、えー、感じでございます。はい。で、過去動画でもね、ちょっとね、喋ったネタですけれども、まあ、スキアさんがね、深夜料金ね、導入して1ヶ月経ちましたということでね、えー、どうなってるかっていうね、話をちょっとね、喋っていきたいと思います。スキアを運営する全市オホールディングスは、えー、同社の公式ウェブサイトで、 2024年4月における売上や客数などの対前年対比率を公開したと、4月の既存店売上高は前年比109.2%、客数は同103.9%、客単価は同105.1%、全店の売上高は約110.10%となったと。 えー、スキアは原材料費などの上昇理由に4月3日から主力商品の値上げを行っている、また同,時同日より午後10時から、えー、翌日午前5時までに注文した商品の合計金額に深夜料金として7%を加算していると、えー。で、値上げと深夜料金の導入お客さんの反応はという。深夜料金の導入後、利用客からの反応はどのようなものだったか、えー、ということで。 現場のオペレーションに混乱はないのか、深夜料金が加算される処理は、新規注文が入った時間で行われると。えーね、入店時や入店した時が10時過ぎてる手前とかじゃなくて、もう注文した時が10時、ね、過ぎてたら、もうね、深夜料金かかりますよっていう感じなんですね。はい。 で、まあ、深夜料金が加算される処理は、新規注文が入った時間で行われると。例えば店舗の前でテイクアウトの行列が並び、並んでいる時間間に午後10時が過ぎたとしても、深夜料金が加算の対象になりますと。こうしたオペレーションについて、利用客からのクレームは特になかったというと。月は値上げや深夜料金の導入の背景として、原材料費や人件費、エネルギーコストなどの上昇に対応することを挙げているということでね。はい。 なんかね、特にノークレームで、しかも、えー、ね、えー、客数はね、100%割ってないで、むしろね、増えてますよと、と、えー、いうことで、ね、売り上げも上がってますよ、と。ね。えー、月屋さん、普通に支援料金導入してね、大正解、ね、大成功でしたというね、えー、データがね、1ヶ月やってみてね、出てましたということなんでね。ああ、すげえなーと思ってね、普通に成立するんだなと思ってね。ただちょっとうちの場合はね、難しいだろうなと思いながらね。 まあ今、切りよくね、切、ま、り、あ、よくというか、まあ、1十時,時ね、ね22時、15分がね、えー、お食事がラストオーダーになりましたので、まあ、あんまり影響ないっちゃ影響ないんですけどね、まあ延長しても30分か、えー、1時間、今日もちょっと、えー、後半バタバタしたんで、1時間ほどね、2人、えー、延長してもらって、まあ、1時間分ダブルで、深夜料金がね、深夜料金というか、えー、まあかかってね、えー、1.25倍になりますからね。 1625、えー、2 5倍で、ねえー、6 16 25円、ね、一番の上の人だったらかかりますよという、ねえー、感じだったんですけど、まあ、1時間か30分の、ねえー、感じなんで、まあ、ちょっとうちが深夜料金を、ね、導入するのはどうなんかなとね、もうちょっと営業時間を延長するんだったら、まあね、導入しないと合わないと思いますけれども、えー、カツカツどうなんかなというレベルですね。ただ えー、4月のね、あのー、売りあもう4月のね、えー、締めをやってね、もう半泣き状態だったんですけどもね、原価率が、えー、なんとね、40%近くて、ほぼ40%をね、えー、だったんで、これどういうことと思ってねそ、まあ確かに4月はね、あのー、もう平日がボロボロやったんでね、まあロスがね、結構でかかったのと、まあ後半の、えー、ゴールデンウィークのね、仕入れの感じ、 で、まあね、原価率が上がりやすいっちゃ上がりやすいような流れだったんですけれども、えーって、40%かよと思ってですね、ちょっともうね、肩の力が、ね、抜けてもうね、よりなで型になりましたよというね、えー、感じでございました。うわあともね、まあ確かにあの、原価ね、物価高の影響もあると思いますけれどもね、まあロスもあると思いますけれども、40はちょっとやべえなと思ってね、もうなんかゴールデンウィークがね、挟むとね、 その、入れ等もね、その、多めに取っとかないといけなかったりするんでね、あもうその辺でちょっとね、もう計算がね、えー、ちょっと合わせづら数字がね、合わせづらくなるのでね、えー、まあまあまあ、ちょっと上がるやろうと思ってたんですけどね、えー、こんなに上がってるっていうのでね、ちょっとガクッときましたね。はい。えー、ちょっとね、原材料費ね、高騰が、えー、なんか、如実にね、4月食らってたんかと思いながらですね、マジかと思いながらね、まああとは、 平日がね、暇すぎて、えー、ロスがね、出まくってたのも影響してますよー、というね。はい4月はちょっとね、本当に利益がね、残らんかったな、というようなね、まあ、数字でございました。はい、えー。というわけでね、まあちょっと、えー、いろんなことでね、もう頭が痛い、日々は続きますけれどもね、まあね、まあまあぼちぼちね、やっていかないとしょうがないなぁ、と思いながらね、はい、えー、ね、 頑張っていきたいと思います。はい、ちょっとね、えー、がっくりきました、はいえー。ちょっと今の時代にね、飲食店経営やっててね、減価率40%はね、えー、頭いかれてる数字だと思います。はい。というわけで、チャンネル登録とグッドボタン、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。ありがとうございます。